韓国史第208話都南の巻剣と矛と芝居忠達は中軍の守護を務めこの漢中攻略の時も曹操のそばにあって従軍していた戦後経営の姿勢などにはもっぱら参与してその才能と計画をポツポツ表し始めていたが一日 早々にこう進言した技能官中進出は聖職を侵害させ玄徳を恐れ惑わせているようです。彼の姓は地にして鈍重。もし上昇がこの時に疾風尽来のごとく職に入りたまえば玄徳の所業は瓦を崩すがごとく砕け去るに違いありません。重心の 竜陽も。中達の意見は全く我々の考えを代表しています。年月を経ては文知に孔明あり、部門には官、長飛、長雲、甲中、馬中などの五個あり、以前と違って早々たる優勝を揃えているので、もう滅多に玄徳を破ることは難しくなると思います。打つなら今のうちでしょう。 としきりに言った。これが以前の曹操だったら一義に及ばぬことであろうが赤壁の頃からすでに彼も老齢に入る兆しが見えていたこの時も「老を得てまたすぐ何か職を望まん我が軍の陣馬も疲れているまあもう少し休息させる必要もあろう」と急に動く景色もなかった。 一面食の実情は魏軍の目覚ましい進出に対して確かに深刻な脅威を受け流言肥後は盛んに今にも曹操が職境を突破してくるようなことを漆布していた何分にも後世の職は玄徳によって新秩序が建てられてからまだ日も浅いので玄徳自身 多大の危惧を感じずにいられなかったその対策について葬儀する時孔明は明確に方針を説いた「義が膨張を発するのは例えば伸びる生物の意欲みたいなものですからその意欲を他へ向け替えて他へ進展し他へその正気をそそがしめればすなわち当分のうちは食は無事を保ち得ましょう」 その間に国防を充実することです。と前提してから。それには今、能弁なしをごへ使いに立てて、先に訳した慶州三軍を確実にごへ返し、かつ、自局の見学と利害を解き、尊権をして合皮の城を攻めさせるのです。ここは義にとって重要な境なので、 先に曹操が長領を入れて守らせてあるほどですから義はたちまちそこに神経を集め必然食よりはまず南方へ伸びていこうとするに違いありません。慶は甚だ遠大だがさてそんな外交的手腕を誰が任じてゆくか。玄徳が座中を見回した時。 ととののものと目を合わせた。そのものはすぐ立って「私が行きましょう」と神妙に言った庶人は誰かと見るとそれは遺跡であった「遺跡ならば」と孔明もうなずいたしまんざも皆彼に食したすなわち玄徳の書簡を載せて 遺跡は遠く長江を下った五へ着く前遺跡は慶州へ上陸して密かに寛慶にあったもちろん玄徳のないと、図孔明の遠望を語って打ち合わせを済ませておくためである五ではこの交渉を受けて書論まちまちに分かれたある者は果実の寛慶の無礼をなお憤っていて 断じて受けるな、と言い、ある者は、それを拒んだら、慶州全体の領有まで、後から危険したこととなろう。三軍だけでも受け取っておくべきだ。と主張する者も多い。また、死者の遺跡が解くには、それと共に、後が合皮をお攻めになれば、曹操は冠中にいたたまれず、 急遽都へ引き上げましょう。玄徳は直ちに菅中を取ります。そして菅を召し返して菅中に入れ、京州全土はそっくり語へ返上申す考えである。というのだった。だから三軍を受け取るには条件付きのようなものだった。結局長将や古洋などの意見も皆それに傾いたので、 尊権もついに腹を決めて遺跡からの交渉を全部容認し再び露宿を慶州接州のため現地へ派遣した慶州の領土沈借問題は両国の国交上多年にわたる癌であったがここにようやくその全部とまでは行かないが一部的解決を見ることができた ここで三軍の領土摂収が無事に済むと五と食とは初めて宗教的な関係に入り五は大軍を出して陸港付近にたむろしまず義の勘定を取って続いて合併を攻めと大体の作戦方針をそう決めたしかし勘定の攻略は決して楽でなかった。としては両も、 関連の二大将を先手とし将金藩将の二軍を後陣にしかも中軍には尊賢自ら集大、陳部、女性当衆難度の優勝と知能を網羅した優勢をもってそれに臨んだのであるがそれにしても漢字を一つ落とすために払った犠牲はかなりなものであった。 万丈の血潮もまだ乾かぬ中で、孫賢は占領の日、盛んな宴を開き、戦はこれからだ。しかも幸先はいい。と指揮を鼓舞していた。ところへ、横尾の力、遅ればせに両党がついて、中途から宴に加わった。残念なことをした。もう二日も早くついていたら、 この一戦に間に合ったものをと両党が左右の人々に語っていると「いやいやまだ先には合皮の城がある。合皮を攻めるときはそれがしのごとく一番乗りをしたまえ。と」と上座の方から慰め顔に行ったものがある。見ると勘寧であった。勘寧は今度の勘定陥落の際一番乗りをしたので。 今日、祝賀の宴に、五皇孫権から、錦の日たたれを拝領し、座中第一の面目を施して、一番酔い輝いていたのである。ふん、む、ねえか。両党は、鼻先で笑った。さっきから上機嫌な勘姉の様子は、垂の目にも、武功自慢に見えた。のみならず、両党は、 彼と目を見合わせた途端に父のことを思い出していた昔勘寧に打たれて死んだ父のことがふと胸をかすめた「うん」と思ったせいか勘寧の方でも「このな青二歳が」と言わぬばかりな眼光を与えて「両党何を笑うか」と色を変えたいや両党が無意識に手をかけた。 剣の塚を咎めるようにめつけた。両党はハッとした。全く時も場所柄も忘れて、剣にかけていた自分の手に気がついたからだった。まあい,いや、私にはまだ武功がないので、せめて座京に剣の舞でも待って、処刑の牢をお慰め申さんかと存じまして。言いながら彼はすぐ立って、 剣舞をし始めた。勘姉も、さてはと、後ろの矛を取るや否いい。いや、面白い。君が剣を持って舞うなら、それがしは矛を持って京を添えん。と、両両互いに戦線たる光を交えん、舞うと見せて実は、心中の遺恨を刃に含んで、隙あらば父の仇を果たさん。と、 好きあらば帰り討ちに斬り捨てんと虚実を尽くし合っていた。いやあちと面白すぎる。まるで炎と炎のようだ。俺が水をさしてやろう。巣は大事と見たので、両毛が盾を持って二人の間へ飛び込んだ。そして巧みに矛の舞と剣の舞をあしらいつつ、 舞い巡り舞い巡り、ようやくことなくその場を収めた。はじめは何気なく見えていたが、途中から孫賢も気づいて、酔いもさめんばかりな顔をしていた。しかし、余網の起点に二人とも血を見ずに座へ戻ったので、彼はほっとしながら。さてさて、鮮やかにまったな。二人とも優雅なものだ。 坂月を与える。その手はが前へ来い。と差し招き、両手の坂月を同時に二人の手に授けて。今や五は初めて義の敵地を踏んだところだ。五の工房に呑うている恩未来には、もっと指針などあるまいと思うが、私の救援などは互いに忘れてくれよ。いいか、夢を思うな。 とくれぐれ諭した。